アップルなんとかなパンです。ただいま帰ってきたよ。おはようございます。はい、よろしくお願いします。この川でアイススケート、はい、チェコ式ドーン、30秒か1分ぐらいで簡単に、おはようございます。無職旅です。2022年10月7日チェコのプラハにいます。数日ぶりの個室でしたけど、やっぱりドミトリーと比べて圧倒的に楽だな、快適だなと思いました。今更ながら思いました。時刻は7時37分、楽しい楽しい朝食の時間です。おお、果物いっぱいある。パンも種類、ソーセージとかもある。超嬉しい。おお、サラダコーナーもある。最高です。一巡目はこんな感じにしました。サラダが充実しているのが印象的でした。ここまで揃っているところってなかなか珍しいと思います。っていうか、もしかしたら初めてかもしれない。これはアップルなんとかなパンです。ではいただきます。二巡目です。フルーツ類にヨーグルトかけてクロワッサン一つと、あとサラダ多めにしました。個人的にはごくごく軽く済ませてるつもりです。だって街中でも美味しいもの食べ歩きしたいから。ごちそうさまでした。そして休憩して身支度したところです。こちらのホテル、喫煙もできる素敵な中庭がありました。9時9分ホテルをチェックアウトしました。すごく快適だから、もちろん連泊するっていう手もあったんですけど、いろいろなところをレポートしたいので今日はまた別の宿に移ります。寒い。日陰ということもあるんですけど、とっても寒く感じます。コートがないと震えてしまいそう。昨晩は暗くて分かりませんでしたが、爽やかな公園があります。白い花が綺麗です。15分ぐらい歩いてるんですけど、全然体が暖かくなりません。ダウンジャケット羽織った方がいいな。今日は寒いです。昨日屋台村だったところ、朝はまだ営業してないですね。一軒準備中かな。あちらは肉を焼くお店、今炭の準備をしているようです。ほんのりいい香りがしてきます。こちらはいろいろなお店が並ぶハベルスカー通りです。お土産物屋さん街であり市場的な場所ですね。ここ大好きなんで、また後で来ましょう。さて、あそこを曲がるともう旧市街広場なんですけど、今日の宿はここら辺なんです。すごくいい立地でしょう。もしかしてこの建物ではないでしょうか。とっても歴史的。当然まだチェックイン時間前なので荷物だけ預かってもらいます。どっから入るんだ。こういう場所泊まるの初めてなのでとってもウキウキします。荷物も無事に預かってもらいました。天文時計があってプラハの旧市街です。ただいま帰ってきたよ。ここら辺でゆっくりしたい気持ちは山々なんですけど、旧市街広場はまた後にして、まずはカレル橋に行きます。この前のチェコプレスツアーの時にお世話になったビートさんと再会します。カレル橋のところに出ました。あちらカレル4世の像のところで待ち合わせをしています。ビートさんはまだいらっしゃらないかな。あの人に違いない。ポーズつけてくれた。ドブリデン。ドブリデン。おはようございます。こんにちは。おはようございます。はい、よろしくお願いします。僕は黙った方がいいですか。いや、全然普通に話しててください。はい、お気遣いありがとうございます。邪魔ってことだったら言ってください。はい、大丈夫です。39ステップです。はい。よっ、スーパー、まさに、75コロナです。はい、わかりました。それは一般の値段ではないです。はい、それは ガイド付きの値段です。はい、ありがとうございます。カレル橋のカレルっていうのは、カレル4世のカレルですか。チェコの場合は、カレルなんちゃらかんちゃらだったら、絶対に、はい。4世。これは門のところに柵がガシャーンって、戦いになったら落ちてくる装置の模型だそうで、ということはこの橋本物にもこれがあるわけですか。今はない。
ドブリデン。チョコイドブリデン。スバヤルディクヨッケ。チョコイバン。あ、こんな風になってたんですね。おお。カレル橋が見えて、プラハ城が見えて、いい景色で、ここは展示室ですね。軽い展示室。これが空ですか。で、火を表していて、土を表しているらしいんですけど、これはどこが火なんですかって聞いたら、ビートさんもわからないということで、リアルなことが聞けるのがすごく面白いです。はい、ありがとうございます。狭いんですか。はい、気をつけます。いい景色ですね。は？この川でアイススケート？はい。私の白黒の写真。すごいですね。今氷って言いました。氷ってアイスのことですか。アイス。はい、あの木の三角はやっぱその氷を壊すため。皆さん動画越しに聞いてください。ずっと気になってたあの木、氷を壊すため。へえ、すごい勉強になる。カレル橋に昔路面電車が走ってたっていうのは僕もうっすら知ってたんですけど、なんでやめちゃったかは今教わりました。橋に悪いからだそうです。他の時期にもシーズンはありますか。クリスマスです。クリスマス。なるほど。100個塔がある町ってことですよね。実際数えたことってありますか。もっとありますね。あ、100より多い。おまあそうですよね、きっともっとありますね。上を見学してきて、これから旧市街に連れてってもらいます。よろしくお願いします。で、ビートさんの話が面白すぎて、多分時間今オーバーしてますよね。もう根掘り葉掘り質問してしまいます。僕も何回か通った場所なんですけど、ここが図書館で見どころなんですね。はい。これは発想になかったな。おー、鏡だ、びっくりした。まんまとやられました。井戸になってるのかと思った。これが見どころってことですね。そうです、はいはい、あとは普通の図書館。はい、ありがとうございます。かつての 10% ぐらいでしょうか。もっと少ないな。もっと少ないと思います。あ、これですね。あ、国民。例えば今日とかやってますか。工事中だからしばらくこの劇場ではないと。あら、残念。いつまでとは書いてない。はい、ですか。そうなんです。狭い道ですけど、はい、高くてそこまで美味しくないくらいな感じだったんですね。はい、別に最悪だったわけじゃないですけど、こんなお金払ったらもっとなんかいいものだって感じ。はい、じゃあ今は値下げをしたんですか。あ、そうなんですね。外国人はドンジョバンニがここで承認しました。だからモーツァルトもプラハ人が俺のことを一番よく理解してるって言ってたんです。俺のプラハ人。だからそのドンジョバンニの承認が、はい、サルツブルクとはウィーとかウィーンじゃなくてここで。なるほど。ほう。で、これが撮影用の、いや、それも知らなかったら、そのこういうアートがあるのかなって思っちゃいます。昨日も通りかかった市民会館、中が素晴らしいということで見学させていただきますが、残念ながら撮影は禁止ということで、とりあえずこの目に焼き付けてきます。入り口とその周辺だけ見てきたんですけど、まあすごい、パチンって手叩くとすごい反響したり、こっちのカフェもすごい内装、宮殿みたいだったし。で、ツアーに参加して内部見学するときは撮影 OK とのことですので、また後で時間があれば来てみたいと思います。いや、ぜひ来たいんですけどね、他のことに夢中にならないように気をつけます。では最後はこちらのキュビズムなカフェで、あれ、塩コショウ入れ、塩コショウかお砂糖のキューブとか入れたり。へえ、ね、で、上は蓋です。おしゃれだけど使いづらい。使いづらいリエン。はい、おお、あ、こんな風になってたとは。ひぃー、これが、
こっちがオリジナルの。オリジナルで、こっちは有名ですね。この下の方が美味しいです。はい、四角いです。あ、ドーナツがキュビズムで四角くなってる。ドリレン。キュビズムです。え、はあ、ちょっと引っかかりそうですね。キュビズムだからシャープな、はい、あ、そういうことなんですね。でこういうケーキが、はい、やっぱデザインが独特なんですね。チェコ式ドーナツ、ビエッテルノ、ビエッテルノ、ミスミのカタログみたいだ。コロナって言ってる、やっぱり。すいません、お手数ですが、もう一度お願いします。チェコのアイスホッケーチームが長野オリンピックの時にはあの金メダルを取った時には、はい、ラハの地下鉄でアナウンスがあったんです、はい、だからお知らせです、チェコのアイスホッケーチームが金メダルを取りました。ありがとうございます、はい、でも実際チェコ語だからそういう言い方ではないと思うんですけど。そうですね。ありがとうございます。すみません、ちょっとおさらいさせてください。偉大な王様のカレル4世がこっそり騎士の戦いのトーナメントに参加して、うん、で残念ながら負けちゃって半年休んだことがあって、何回もトーナメント参加していて、普通の人だったら死んでしまうんです。でもカレル4世が体が丈夫で、はい、スポーツマンだったんです、はい、カプチーノ、はい、チェックエバン。あのさっきも聞きましたけど、これコロナっていう商品名なんですよね。でコロナウイルスを表してるわけですよね。これどういう気持ちで作ったんですかね。まあ、分からないんですけど、はい、やっぱり、うん、分からないです。分からないですか。はい、そうです、はい。で、これは普通のカプチーノで、これがチェコドーナツですね。ドーナツ風なチェコのお菓子、はい、ビエネチェク、ビエネチェクだそうです。はい、ビエネチェクというのはよくなんか女の子があのお花を集めてこういう形にします、ね。はい、あ、かわいいですね。だそうです。はい、じゃあいただきます。うん、でも美味しいんです。味は美味しい。はい、あ、中はラズベリーです。あ、ラズベリーが入ってるそうです。美味しい。美味しいですか。伝統的なのは結構150年前くらいから、今チェコ人の名前について聞いてたんですけど、名字は結構種類が多いけど名前はリストが決まってて その中からつけないと。何種類ぐらいあるんですか、リストには。380ぐらいだと思います。なぜならあのカレンダーには名前の日が書いてあります。はい、だからチェコのカレンダーを見たらだいたい1日1つの名前、たまに2つの名前。じゃあカレンダーを見てその日の名前つけることも多いわけですか。そうですよ。いやー、これはびっくりです。最後にあの宣伝か何か30秒か1分ぐらいで簡単に、皆様に、はい、皆さん、私は ガイドのビジョと申します。で皆さん、綺麗なプラハにぜひ来てください。私はここでお待ちしますので、皆様に綺麗なプラハをご案内しますので来てください。お待ちします。バイバイ、お疲れ様でした。ありがとうございました。変じゃないですか。でも変じゃないです。もしかしたら一人だとちょっと割高かもしれないけど、二人とか三人とかグループだったらその分ね、一人当たりの価格安くなりますし、特に初めてプラハに行く方とかはビートさんの話を聞かないでプラハ楽しむのはできないとは言わないけど、ちょっともったいないかなって思うぐらい、いいガイドをしてくれると思いますじゃなくてしてくれます、断言します。無職旅認定世界一のガイドさん。褒めすぎでしょうか。褒めすぎ、はい、はい、ありがとうございました。ビートさんの連絡先、メールアドレスを概要欄に載せておきますので、皆さんぜひぜひ。ありがとうございます。はい、じゃあさよなら。そんな感じでビートさんにだいたい3時間ぐらいですね、いろいろ案内してもらってお話してもらって、とっても有意義でした。ありがとうございました。
お散歩ライブしようと思いますのでよろしくお願いします。チェコスロバキアが建国された時に初代大統領があのバルコニーから演説したそうです。ここはブルタバ川沿いですね。ドイツ語を読みするとモルダウ川。すぐ左この建物上のところが丸いドーム状になってますけど、広島の原爆ドームと同じ人が設計したそうです。計画立てなくてものんびり旅を楽しめるコツは何でしょうか。いい場所に行くってことですかね。例えばプラハで退屈に過ごす方が逆に難しいんじゃないかなと思いますね。何も知らないで来ても、例えば丘の上にお城が見えたらあそこ行ってみようかなって思うじゃないですか。だから最初から観光資源が多くて観光しやすい街に行けば、まあ、それがほとんどかなと思います。そういう意味でもチェコプラハいいですよ。ここに日本語の看板もありました。のイベントと文化プラハと、はい、まあ、言いたいことはわかるんですけど、これ結構意外じゃないかな。公園に着いたように見えるじゃないですか。これ駅なんですよ。プラハ中央駅に来ました。チェコで一番ポピュラーなスポーツは何ですか。いい質問ありがとうございます。さっき勉強しましたから。まずね、1位はアイスホッケーです。もうこれは国民的なスポーツですね。で、2位がサッカーで、3位がテニスと、これが3大スポーツだそうです。プラハはボヘミア地方でして、ボヘミアングラスっていうガラスが有名です。あとお土産物は何がありますか。まあ、最近でいうとチョコレートが力を入れてるところらしいので、あとはマリオネット、人形とか、ガーネット、宝石とか、そこら辺が名産なのかなと思います。そういうわけでゴールの旧市街広場に到着しました。やっぱりプラハに来るとね、テンションが違いますね、僕は。おやすみなさい。また今度。ライブ配信1時間15分ぐらいかなしてました。ご来場ありがとうございました。さてホテルにチェックインしようかと思ったけど、別に今軽装だしその必要もないし、なので、そうだ、いいこと考えた。ロチャーロチャー。おお、じゃあこっち。やばいよ、超うまいよこれは。これはぜひ食べたいビジュアルだ。はい、並んできます。